そのが競馬レース展望の時間です。今日の解説はレイリースポーツ堀尾千秋記者です。新興竹の上でお届けしてまいります。堀尾さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴールデンウィークのシリーズが始まりまして、まあ、あの、今年は。日程がいいのか、十連休という方も形るようですからね。ねあの、たくさんのファンが詰めかけてくださいまして、大いに盛り上げていただいております。いよいよ、そのな競馬場では、兵庫チャンピオンシップが行われます。で、あの、五月三日は、柿きつま記念名古屋競馬場で行われまた。そうですね であのー、で兵庫チャンピオンシップが5月4日5月5日にかしわけですかねですから地方競馬盛り上がりますねそうですよねでそれぞれにいいメンバー、ね、メンバーですよね盛り上がっていきましょうさあそれでは5月4日のそのナ競馬展望まいりましょう、えー、今日は2つレース予想展望してまいります旧、えー、レースの順メインは a2 クラスの準メンバー準オープンのメンバーの競争、そしてメインの10レースがダートグレード競争 g2。兵庫チャンピオンシップです。まずはその兵庫チャンピオンシップから見ていきましょう。ご覧のメンバーです。 で jra から後藤今年出走いずれもダート二勝以上ということで強いメンバーですよねいつもよりまた協力という中メンバーねそんな感じがするんですけどもねこう四年間ずっと上位三着まで jra 勢がどっちて出るんですがです、ね、となると今年もそうなのかなと、うん、そうなんですね五着までという感じのなんかその成績みたいなそういう感じなんですけどもねふうに思えてな,らないですね <laughs> えさあそんなことを言いながら堀尾さんは地元場に本命打ってるんじゃないかなと思いますしるし あやっぱり JRA 勢のです、ね、そうですね。はい。全部ですね。そうです。はい。なでも注目六番ゴールドドリームデビューから三連勝いずれもダートそうですよね、えー。オープン勝ちもありますから、ね、はい。すごいですよね。なんか、うん、その新馬とね500万はちょっと出遅れたんですけどもね。はい、なんかスタートがなんか何人やるみたいなんですけども、うん、前走はなんかスムーズに出たみたいですからね。そうですね。はい。 はいということでゴールドドリームですがまあこの馬ヒアシンスステークスを買って望んでくるわけですあのこのレースからの臨戦っていうまは本当にいい成績をずっと残した、ね、そうですねこれはな二千二年前ですかね、うん、駅前と同じですよねそういうことに勝つね買っここ勝ったねヒアシンスレス,スからこれ買ってという感じですよね、うんうん、はいまあ以前にはドンクールという馬もね,ね無敗でこっちでね来ましたけど、うん、同じような路線になるのかゴールドドリーム無敗で兵庫チャンピオンシップ G2 制覇なるかどうかと というところで、これもそんなに本命打たれました。そうですね。うん、このあの、この人の担当がね。はい。その他の馬主さんの。教務員さんがあの、いとこなんですよ。あら。 なんか、前走軍も調子いいぞという感じだったですからね。しっかりとした内部情報が伝わってきたというところですい。ゴールドドリームじゃあ、もうこれは迷わず本命で相手探しというところになるんですがそれで8番のケティドリームあれですね、対決をしましたね、スステク着だったんですねそれも少々差というかね、あんまり差開いてませんからね、そうでしたね、積極策に出て、それで粘ってますから。 内容悪くないです、ね。そうですね、前走もね、フリュウエスはね、四、うん、角戦闘で、まあ、見せ場を作ったんで。ね、決め足に一個、勝ち丸決め足に一個するという格好になったんですけど。十分見せ場は作ってますからね。うん、でも客室的にもね、その他の、小回りコースというか。これ合いそうなタイプですもんね。なるほどね。あの、川原騎手が騎乗するというところも、これは陣営にとってありがたいことで、ね。そうですね。去年は日着でしたかね。うんうん、あ、川原騎手が。一昨年ですよね。ととですかね。はい。 そうでしたランゲワルツで JRA の馬で2着という川原騎士の実績があります,で,す、ね、でも今回ね他ちょっと行く馬がね強力な行く馬があんまり見当たらないのでねこれもう行ってしまうかなと思うんですけどね、うん、このそうなった時逃げ込みまあ逃げ粘りというかあの逆転の目というところもあるわけです,ですね、うん、このコース的に見たらねそね,そ,ねそれもちょっと考えておきたい、はい、ところですね、えー、ということで川原騎手勝てば第一 回の三崎サイレンス以来の勝利ということになりますがす、ね、<laughs> 果たしてどうなるんでしょうかで3番手に5番イースト・オブザ・ザ・はい、ま。これもね前走、なかなかいい決め足を発揮しましまたそうですねなんか旧ではねやっぱりクラブ入りの力というかうまく乗ってくれたという感じの、ね、岩田嶋成はこのレースでね、えー、この10年ですと8回乗って、えー、5連隊ですから。 で3勝ですかね、去年もね楽、楽勝でしたからね。マイククロスクリーンで8勝で勝した。あのまあ、そういったところで、この岩田騎手とのコンビというところが、まあ、心強いところで、これはどこまで迫れるかという見方ですあ初のオープン相手なんですけどもね、うんうん、なんかちょっと、あの君足がちょっとな,ないという感覚のね、うんあの あれなんですけどやっぱりそのクラ蔵上の、うん、リードでという感じなんでしょうね、たぶんスタートね、決して悪くないような感じです,でねそうですよね、はい、小回りにも対応できそうな感じはします、えー、それから4番てなると、1番レガーロですかそうですね、うん、それもね、全日本優勝、2歳優勝ですか、2着ですからね、実績では。うんうん、2> ここにそうはね、ちょっと6、9着のあれなんですけども、金量、ね、的にちょっと背負ってましたからね、57というやつで。 はい、ヒアシンス S は、ね、そんなに、まあ、ゴールドドリームとコンマ8秒空いてますけどもそこそこの競馬してますからね金量が56キロになるしね差は詰められるからという感じなんですけどグラン・セブルスその後の評価となって JRA5 といずれにも印が入ったとそうです、ね、地元は厳しいですか厳し,いちょっと厳しいです,、ねですね、まあどちらにしても旧社関係としたら、ね、ダービーに向けていい。 ね繋がるようなレースをしてほしいというダマが続きますよね、うんうん、どうしてもね,ねはい強い,いメンバーと戦って次につなげていこうというところですねえー、さて会目です会目には地元が入ってるんじゃないですかねああじゃそんなですか、ね、やっぱ入ってない,ないですか六番頭にして八番五番一番四番というところもう十二点そうですねはい一着固定もうあの逆転の目はあるかもしれないけれどもここはもうあえて一着固定でそうですね無愛の馬に期待ですよね、うん、そうですよねはい。 はい、ゴールドドリーム中心の評価チャンピオンシップ堀尾さんの見解でしたえー、さて順メインのレース行きましょう今度はコバの A2 プラスの一戦ですでここはですねおそらく人気になるのは6番投稿が嫌ではないかと思います印ご覧くださいはい、やはり本命されました あの兵庫大商店に出てもおそらく注目の一頭に数えられると思う上位の人気を背負うでしょうね、多分ね,ね先生から見てもね、うんね、はいまあ、ところが、まあ、条件的にこのまだ A2 クラスが使えるということで、えー、当然、ここでは負けられない一戦という位置づけでいいでしょう前走が勝、ねま、って同条件で5 7キロ背負ってもう楽勝でしたからね、ね今回5 6キロでうん、うん、メンバー的にもそう怖いメンバーじゃないですよね。あはい この馬自身の調子の具合というのはどういうふうにで,で,うでもうでもスミがずっと動いてましたからね。うんうん、そう何かのきっかけをつかむだけのもんだったんですけれどね。<ー>もう完全になんかきっかけをつかんだという状態だ、うんね、と思うんですけどね。どねはい。今三連勝中ということで、まあここは四連勝かなり頭角をみている。そうですね。うん、と見てるんですけどもね。はい。えー、で相手候補ですが十二番のコパノジョージ。 これ2着争いはね、なんかコントンとしているようなあのメンバーですよね、でもコパのジョージはちょっと堅実がけというか、うんうん、その点はちょっと評価して、まあ、太鼓を打ったんですけどもね。このままねあの、オープンで活躍してもいいぐらいの実力ですからね、はいえー、それからあと9番、10番、11番、この外枠の各馬ですね。まあ、どんまねですよね、4、ま、走、あね、前でしたっけね、はい、JRA の高ですね、交流戦でね、2着、2> うん、あのメンバーとしたら2着でね、 2> 2のメンバーですからね、ここに入ってもそれはいいところだと思うんですけどね、前然はちょっとなんか内訳でちょっと強引なレースをしたいみたいですからね、やっぱりすんなり抗議でと流れに乗れればというレースがいいんですかね、強引にちょっと、腹を切りにしましたからね、早、ね、い流れになるとこなんか足、このままいい決め足が判断しますもんね、です,ねですので、ドンマネー注目、あんまり人気なさそうですからね、そうできれ、ね、ば後輩等かもしれません。はい デジーバーアポロパレス、マキシマム・カイザーママキシマムカカカイイ、ね、イババーカイザーーのねザですか、うん、これもね時代性を持ってますからね、うん、外枠でこれもレースしやすいと思うんですけどね、うん、あとはもうアポロパレスはな素足一発かけるという感じのレースになるんでしょうかね。うんうんはい、近日がけ、英文・ゴールドマンには印が入らないぐらいです,そうですね <laughs> 力のある場というところでしょうかねさあ解明ですご覧くださいここはもうやはり投稿外に頭で相手12番9番、はい、11番10番と、えー、4投に絞っているとそうですねはい。ありましたね、はいはい。楽しみください兵庫チャンピオンシップ G2 が行われます5月4日の園田競馬どうぞ存分にお楽しみください今日の解説はデイリースポーツの堀内明記者でした堀内さんどうもありがとうございましたありがとうございました そのだけえばゴールデンウィークのシリーズ3日4日5日といずれも祝日でレースが行われておりますで兵庫チャンピオンシップが5月4日5月の5日は小馬の重賞レース兵庫大昇天が行われます連日イベント盛りだくさんの内容でお届けしていますそのだけえばどうぞゴールデンウィークのシリーズ存分にお楽しみください